今日は琵琶湖門院と皇室寮矢野の庄、荘園について説明します。荘園というのは日本史の教科書の中でも一番難しいところで、ここをね説明できる人ってね実はあまりいない。私も現職の頃、荘園についての説明はあんまり自信がなかったです。で、なんとか荘園について説明してみたいと思います。で、今の日本史の教科書では中世というのは後三条天皇から始まります。そして、大光顕治で終わるのかな。で、後三条天皇から豊臣秀吉までの間の共通点は何かというと、荘園が社会の基本的なユニットになっている。私たちがね、中学や高校で勉強した頃はね、平安時代と鎌倉時代のところにこう切れ目があってね、公家が政治をしていた時代、平安時代で、鎌倉幕府が成立して武士の時代になって、武士の時代が鎌倉幕府、室町幕府、江戸幕府と分かれますというふうな覚え方をしたような、もう確信ないけどね。でね、昔の教科書がね、手元にないんだよね。だからまあ、記憶によればこうだったんではないかと思うんですけど、今の教科書はどうなってるかというと、後三条天皇のところで時代が変わります。で、後三条天皇と院政と鎌倉幕府、室町幕府、まとめて中世です。で、この中世を特徴づけるのは、社会の基本的なユニットが荘園になっているからだ。つまり荘園の時代こそが中世だというのが今の教科書の書き方で、で、豊臣秀吉の大光顕治によって荘園が最終的に解体されてしまう。で、ここから近世になる。これも私が中学高校で勉強した頃の教科書なんかもうないので、なんてこんな風だったんちゃうかなという、私の理解していた歴史なんですけど、公地公民制でやってました。その頃みんな土地は国のもんやったと。ところが土地が足らなくなってきて、で、三税一新の法が現れて、で、墾田永年私財法で土地の私有が認められて、荘園というものが誕生するんや。で、10世紀になると寄進地系荘園というのがどん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 増えていって、藤原道長の頃には摂関家に荘園がたくさん寄進されて、天下の地ことごとく一の家の領となり、で、これではいかんということで、後三条天皇が荘園制令を出して荘園を増やしていって、で、院政の頃も荘園は減っていくのかな、よくわからないけどね。そして1192年に鎌倉幕府ができて武士の時代が始まって、その時荘園ってどうなったんやろ、よくわからへんなと。というのが私が中学高校時代に勉強した日本史のイメージ。で、今の日本史の教科書に書いてあるのは律令制、公地公民制でやってました。で、反田少女が続いています。で、三税一新の法とか墾田永年私財法が出てきますけど、それは律令制、公地公民制を補うものであって、社会は根本的に変わったものではない。で、10世紀の王朝国家、で、これも基本的には律令制、公地公民制の枠の中にあるので、まあ、反転収受をやめちゃって、国家の持ってる土地を他都に下請けに出して、それで耕作させて、で、税金を納めさせるんですけど、基本的には律令制の枠内で動いてるんやと。で、国家がですね、元の区分田、これを統治してたんやと。で、藤原道長も律令国家がやや変化した王朝国家を運営していこうという政治の責任者なのであって、道長の時代でも国家が持っている国家領、
大変大事だったんだ。それでも徐々に荘園が増えていきつつあったので、1069年後三条天皇が延久の荘園政令というのを出した。でここで荘園がガタッと減ったと私は中学高校で錯覚してたんですよね。実は違うんだね。延久の荘園政令で荘園を整理した結果何が起きたかというと、それまで荘園というのは法的根拠が曖昧だったのが、延久の荘園政令で、あ、そうか、こういう条件を満たしていれば荘園として認められるのかという、荘園の法的根拠が逆にはっきりした。だったら後三条天皇の延久の荘園整理令でもパスするような手続きを取って荘園を作っておけば没収されることはないではないかということが明らかになった。でさらに院政が始まって、鳥羽上皇の時に鳥羽上皇は方針を転換して荘園をどんどん天皇家、王家に集めていくぞという方針を取った。で鳥羽上皇の時に荘園はやったら増えた。摂関家も荘園を増やしていった。後白河上皇も荘園を集めていった。で世の中のユニットが国家領と荘園が半々になって、やがて荘園が追い抜いていくのが院政の時代。そして12世紀になって日本には天皇家をトップにしていろんな権力組織、検問が並び立つようになった。政治をするのが公家、宗教を担当するのが寺社、軍事を担当するのが幕府。で、それぞれが荘園を持って、その荘園からの収入を使って自分たちの組織を運営して、社会の基本的ユニットは荘園であると。それが中世だ。荘園って、だから後三条天皇の延久の荘園政令は荘園を増やすという結果をもたらしたと。ここのとこがね、私中学高校時代全く逆に理解してましたね。というか学校の先生そう教えてくれたんかな、荘園政令で荘園が増えるんやって教えてくれたような記憶もなくてね、よくわかんないですね。高校で荘園をしているときによく出てくる資料が肥後の国鹿子木抄という資料です。高校生の皆さんはね、教科書に出てくるからやってるよね。当時の宗匠は開発領主、社味寿命着々の宗伝なり。まずこの鹿子木抄というのは社味寿命という人が開発して年貢を取っていたんだけど、寿命の末流の高方の時に権威を借りて、つまり国司が朝廷にやってくるので、それを防ぐために藤原実政に寄進して領家になってもらって、年貢のうち400石を領家に納めることにした。で自分の取り分も減りますね。そして中原の高方は預かりどころになった。で、藤原実政の子孫の元妻は、実政に比べて力がなかったので、また国家が荘園の中に入り込んできたと。そこで、この400石の中から200石を、茅野院内親王に納めることにして、本家になってもらった。で1回目の寄進が領家、2回目の寄進が本家である。で、茅野院内親王というのは、鳥羽天皇の娘で1139年に立憲称号をして、の、鹿子木抄という証言が成立したんだ。この資料は、非常によくわかるんで、あ、なるほどな、こういうふうにして開発し、1回目の寄進で領家、2回目の寄進で本家、
開発領主を預かりどころになるんやなと。こういったことは、当時百合文書という資料の中に、この資料が入っているんです。で当時百合文書というのは、当時に保存されていた資料で、実はね、荘園のね、資料でね、残っているものの大半は、この当時に保存されていた資料なんです。でこの当時百合文書というのがね、荘園研究の基本的な資料になっているんです。でこの当時が持った荘園の中にね、鹿の子儀荘と並んで、矢野荘という荘園がある。矢野荘というのはどこにあるかというと、兵庫県の西の端、新幹線で行くと、京都、新大阪、新神戸、西明石、姫路、相生、岡山。姫路と岡山の間に相生という駅がある。この愛宵駅の周り、ここにかつて矢野荘という荘園があったんです。でこの荘園は琵琶湖院の荘園で、つまり王家のもんだったんですけど、当時に寄進されて、で荘園の資料は当時が保存していて、まあ、当時百合文書の中にここの資料が残っているんです。でね、荘園研究のねメッカ、聖地と言われている荘園なんです。実は私はね、この辺で生まれたんです。矢野荘の申し子みたいなもんですね。ところが恐ろしいことにね、愛宵市に住んでる人ね、私も含めてね、ここが矢野荘やったって知らないんですね。住んでる人はね、過去のこと知ってると思ってるかもしれませんけどね、全然違いますね。地元の人ね、過去のことなんか知りません。今愛宵駅降りてね、矢野荘どこですかって聞いたらね、矢野荘それ何ですかって感じですよ。私中学校高等学校で一応なんか郷土史みたいなのやりましたけど、矢野荘なんて聞いたこともなかったね、中学校の郷土史で。で、ね、私いつ知ったかというとね、50歳過ぎてね、私も一応長男なんで、まあ、実家の面倒見なあかんかなと思ってね、神戸で働きながら、週末、愛用に帰ってきたな、です。ほんならさ、地元の人がね、愛用って昔、荘園だったらしいんですよ。誰か荘園について説明してもらえませんかね、って。先生いないんですけど。でね、荘園って難しいからね。荘園なんてものをね、説明しようとする人はね、よほどの専門家、大学のね、荘園を研究してるの、人か。私みたいに、何も知らんからさ、恐れを知らずに手を出す人か、どっちかです。で、私ね、世界史やってたもんだから、その頃ね、日本史よ、わからへんねんけど、まあ、市民の皆さんよりは、私、それでも高等学校で日本史教えたりしてるので、まあ、やってみましょう。ほんでね、本を読んだらね、なんと私が生まれたとこも矢野荘をやったということが分かって、いや、知らんかったな。で、それ以来ね、ちょっと真面目に勉強してみようと思って、矢野荘の勉強してるんです。そしたらね、ここにね、東京や京都からね、大学の先生がね、結構来るんですよ。でね、先生来るんだけどね、まあ、愛宵ってな、便利なんや。新幹線でさ、東京からのぞみで、ピューンと行ったんや。で、駅降りたら、もう目の前が正面や。ということなんやけど、問題は、地元に、荘園について知られとう人が、ほとんどおらへん。ほら、先生、私、案内しましょうか。私、荘園のことなんか知らんけど、それでもね、自分がね、生まれて育ったらね、まあ人脈もあるし、ああ、この中歩き回ってますからね、知ってるんですよ。で、あ、どこ行きたいんですか、先生。ああ、そこ行きましょうか、とか言ってね、案内したりね。で、そこで話してたらさ、話してる人が私の知人やったり、親戚やったりなんかして、君便利やね、って。便利でしょうか、先生。私、
案内してまいりますから、その代わり案内しながらね、教えてください。でね、で10年ぐらいやっててね、たくさんの先生と会って話聞くとね、だん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 分かってきてね、でこの正面はすごいわと思いになりました。でそれにつけても思うのはね、先生たちも言うんですけど、相生石って柳の正という荘園の世界では横綱クラスの荘園なのに、まあ、観光地化なんかしないんやね。観光地化なんかしないでこのまま残ってくれた方がいいしね。そう、私もそう思います。もう観光バスでね、来るような人たちは姫路城に行ってください。柳の正に来る人はね、かなり日本史勉強して、よし、ディープな世界で、初編でも勉強しようかという人が、まあ、何人かで来てほしい。私案内します。ガイド料をもらいますけどね。では、柳の正について説明していきましょう。さっきも言ったように、柳の正は、その後、当時南禅寺、寺東の海老名に分割されて、江戸時代は浅野赤穂藩になって、忠臣蔵で浅野赤穂藩が亡くなって、で幕府系と浅野系と赤穂藩に分割されて、で明治時代に4つの村ができて、その後、播磨造船所という大きな造船所ができて、でその造船所にみんな働きに行くようになって、で造船所の力でこの4つの村が合併を重ねて相生石になったんです。なんと相生石になってみると、相生石と柳の正は同じもんやったんです。地形が一緒やからね、くっつきやすいとかくっついたら元に戻るわね。でなんで相生石ですかって言うんですけど、相生はね、児童の海老名がねやってきて、相模から来たんです。で相模生まれ、でこの相生なんです。相生の松、共に生きよう、そんな意味は全くありません。単に相模生まれの児童の海老名がやってきた。でそれを昔王と呼んでたんですけど、相生と呼ぶようになった。歴史的には大した意味がないので、これ4つの村が合併するときには、まあ、どの村にも関係のない名前がいいんだよね。相生石という名前になっている。で、相生石って、東京に行ったら無名の町なんですけど、昔はね、世界一の造船所があってね、有名だったんですよ。でも今ね、あんまり有名ちゃうんです。だけども、日本史の世界ではね、相生石って言っても、ん?乗ってないですけど、矢野御所って言ったらね、ああ、矢野御所かなぁ。日本史の研究家みんな知ってます。矢野御所って相生石にあんの?とか。ということで、日本史の世界には、私、相生石、実は昔、矢野御所の言われたとこから来たんですと、あそこね、いいとこだね。って、ね、言ってくれるんです。ただ、矢野御所は、秦氏の力が強いところで、これ兵庫県なんですけど、赤穂郡を除くこの神戸から姫路までのところは、宝堂仙人という人が建てたお寺などがたくさんあるんですけど、赤穂郡に入ると宝堂仙人、それ誰ですかって感じです。私も知りませんでした。じゃあこの赤穂郡の中では信仰の世界では誰が力を持っているかというと、旗の川勝。で、旗の川勝を祀る大崎神社というのがあちこちにあって。で、赤穂郡の人は、旗の川勝かな、開発した町だという誇りを持っているわけです。から兵庫県というのは、宝堂仙人文化圏と旗の川勝文化圏に分かれるんですね。で、旗の川勝というのは、聖徳太子の部下で四天王と言われた人なんですけど、それから
400年余り経って平安時代になっても秦氏は赤穂郡で地位を保ってました。で、1075年、赤穂郡司の秦為時という人が国衙に開発したんや、ついては許可をくれという申請をした。久富の穂という、これ適当に名前つけるんですね。縁起のいい名前つけて開発しに開発するんです。で、開発する場所はここである。東西南北、この間を開発します。ついてはね、土木工事したいので、ちょっと人をね動員したいんで許可ください。なんでそうするかというとね、土木工事やるとね、田んぼ増えるでしょ。で、田んぼが増えたら乾物、税金ですよね、これも増えて、で、私が土地を買わすということは国家のためにもなるんです。ついては開発許可といったのが1075年の話で、どこを開発したかというと、新幹線の相生駅です。で、相生駅の周り、ここを開発しようというわけだ。で、この地図に出てくる地名ありますね。東、西、南、北、これを地図に落とし込むとこうなります。この間とここに川流れています。こっち川、ここに川流れています。だから、この川、福佐川って言うんですけど、と佐賀田川って言うんですけど、この川の流域を開発しましょうということです。で、開発しましょうということは開発できてなかったということだから、この辺りって区分田どころか平安時代になってもね、あんまり田んぼもないとこだったことが分かりますよね。今でもね、あんまり田んぼなんかないんです。ただ海があるのでね、大正時代に大きな造船所ができたんです。で、秦のため時は久富の方を開発した後で、これを、国司に寄進しておこうと、名義上。そして所有権を確定させなあかんと。で、国司は誰かというと、藤原の秋末という人でした。で、1094年から播磨守になっています。で、この人は、地位はね、小氏なんですけど、白河上皇の院の近臣で、播磨守とか太宰の第二というのは、利権が一番大きいところなんです。すごい金持ってたわけですね。で、白河天皇に、お金のことならお任せよということで、白河天皇も、秋末頼りにしてって、ということでね。こういうの、院の近臣って言うんです。で、この院の近臣の播磨守の藤原の秋末に、秦のため時は、久富の方を寄進した。で、藤原の秋末から、藤原の長実に相続されて、長実も白河院政の近臣で、家の神や播磨守やっています。そして、孫娘の徳子さん、成子さんに相続したんです。で、この徳子さんは、鳥羽上皇の長期、大変愛されて、男の子を産んでいます。この男の子が、近衛天皇になります。で、ビクモイン、成子さんが、鳥羽上皇に愛されてた頃に、ビクモインが、ところで、あなたと、私は、播磨の国に、久富の穂という、おじいちゃん、お父ちゃんから相続した土地持ってるんやけど、あれ、荘園にしてもらえないかな。鳥羽上皇が、今、鳥羽王家は、荘園をどんどん増やして、天皇家の財産を増やしてるんや。成子、播磨に土地持ってるって分かった。荘園にしたろうと。
だけど、久富の方って、あんまりいいところじゃないんですよね。平安時代まで開発が遅れていたようなところだから。その近くにな、もっといいとこないんか、と言って調べるといいところがあったんです。こういうふうに田んぼが広がっている。いいところがある。で、この写真ね、これ条理性なんです。これ108メーター刻みでね、位置が通っていてね。で、この中が昔の区分田なんです。1970年代かな、トラクター入れて、機械で田んぼを耕すとなことで、そのためには、圃場整備をして、畦をまっすぐにせなあかんということでね、畦道をどんどんまっすぐにしていったんです。だけど、ここの地域だけはね、昔のまま残したんです。条理性というと、こう、畦直線って教科書書いてますけど、ちゃうんですよ。本当の条理性はこういう感じです。でね、この条理性ね、今でもね、ずっと保存されているんです。条理性ってね、どこにでもあるような気がするでしょ？でもね、条理性がね、古代のまま残っていてね、しかもそれが地表面にあるところって、ものすごく珍しいんですって。それでね、私もね、条理性のあたりで知ってましたけど、これそんな価値のあるもんやと思ってなかったんですけどね、大学の先生と一緒に歩くとね、大学の先生がね、学生たちにね、これが条理性だ。君たちよく見ておきなさい。話してはるからね、いやー、これほんま価値あるんかな、思ったりなんかして。で、ここなんか曲がってるでしょ？で、ここね、ちょっと前回収したんです。ちょうど私がこの辺歩いとったらね、土木屋のおっちゃんがね、これ直しとってね、土木屋のおっちゃんがね、もうな、行政がな、偉いこと言うんや。これ道な、曲げたまま直せ言うんや。こんなまっすぐにね、直せばね、水はけも良くなるしね。なんでこれ、この曲がったまま直すんや。で、わしらわけわからんわ。でね、ぶやいてました。で、さっきの条理性というのは、どこにあるかというと、ここなんです。この谷全体ね、条理性だったらしいです。奈良時代には、秦野為時が開発した久富の穂というのは、相生駅の南って言いましたよね。つまりこの辺りです。ここ新幹線の相生駅ですからね。で、美福門院がおじいちゃんの藤原の秋末から相続した久富の穂はここ。で、矢野庄は今の相生市全部ですから、こんな形してるんです。あれって、ここって条理性やから、もともと区分田があったとこやから、国有地ですよね。これは美福門院の私有地です。で、荘園作るときに、ここが荘園になるのはわかるんやけど、国有地を取り込んで、あと山も海も全部取り込んで、まとめて荘園と。こんなことでしていいのかと。なんでこの国有地をね、荘園の中に取り込めるんやと。鹿子木荘の例を取るとね、開発領主が開発し、これを寄進して領家に、さらに寄進して本家になりました。それはわかる。でも、それはあくまで開発した土地が荘園になるわけであってね。なんで国有地、国有地が荘園の中に入るの？これが長いこと私はね、分からへんかったんです。教科書何本読んでも分からない。ところがね、高等学校にはね、高校の先生向けに、教科書会社から、最近の新しい情報とかいう、そういう冊子が送られてくるんです。で、それをパラパラ見ていると、
鎌倉佐保先生という人の鬼神池系荘園を捉え直す鹿子木荘の問題点という資料が送られてきた。で、読んでみました。まとめてみると、院政期に始まる荘園形成というのは、寄進された資料がごくわずかな電池であっても、広大な荘園を作るんやと。あ、なるほどと。あの、相生駅の南の方の、わずかな資料であっても、広大な荘園を作ることができるんだと。次に、あの鹿子木荘の資料やけど、高校の先生方、あれ一生懸命教えてはるみたいやけど、だいたい開発領主って年貢を取得する権限あるんですか？言われてみればそうで、土地を開発したからといって、今でも固定資産で取れませんよね。土地開発して駐車場を作ったら、駐車料は取ることができるかもしれへんけど、その土地から国は税金持っていくわけで、税金を取るのは国の権限なんであって、開発した人にね、税金取る権限なんかないよね。あ、なるほどと。で、11世紀の末に、白河院周辺では、院と院の近親が主導して、荘園領主の側から資料の寄進を求めて、で、国司とも意を通じて、新たな荘園を作るようになったんやと。で、鳥羽上皇の頃になると、もうこれがますますエスカレートして、あそこも荘園にしろ、ここも荘園にしろということをやったみたいです。ということで、あの鹿子木荘の資料に出てくる事例は、教科書に載せるにふさわしいようなもんですかね、と。鎌倉先生は言い張って、で、教科書からまだ鹿子木荘の事例が消えないのであれば、これ消せって言ってるんですね、この先生ね。鹿子木荘の資料なんか。で、まず、寄進池系荘園というのは、院政期のものなんだということあたりから、説明を変えてみたらどうでしょうか。岩波講座の日本歴史の最新版にも、鎌倉佐保先生の文章が載ってました。それによると、1990年代後半に、寄進池系荘園論の批判が現れた。あ、そうかと。私、1990年代前半まで日本史を教えていて、その後、世界史に変わってしまったから、荘園の最新の学校での教え方というのを知らなかったんだね。で、中世の荘園というのは、寄進を起点とするのではなくて、院周辺の人脈を基礎として、荘園領主や院を核とする政治権力の主導で作るんだ。院政期以降、荘園の本家になったのは、院と叙院と摂関家と検問所に限られるんだ。で、最近ね、矢野省にね、やってくる大学の先生たちと、私も話させてもらうんですけど、みんなこれと同じ説明しますね。あ、荘園ってのはね、京都の権力が作るんですよ。で、本家になれるのは、王家と摂関家と、比叡山のような有力寺社に限られるんやと。で、そういう本家が荘園作って、で、下に下に権限を分けていくんやと。あ、なるほどと。矢野署の場合も、美福門院が本家になって、で、自分の乳母だったかなに、両家の仕事を分けてやるということで。矢野署ってそうやって作られたんやということが分かりました。で、こういうふうにして作られる荘園を領域型荘園って言うんですって。で、この領域型荘園というのが、本家が強い権力を持って作って、そして領家
預かりどころというふうに上から下に権限を分けていくんやと、そういう荘園なんだということを知った上で、私の生まれて育った宿の荘を見てみると、旗の為時が久富の方を開発して、でこれを核にして鳥羽上皇の皇后美福門院という強い権力が上利瀬の地域も取り込んで、山や海も全部含めて今の愛用石とほとんど同じ巨大な地域を荘園としたんだと。でこの領域型荘園って言葉、教科書や用語集に載ってんのかと思って、私が日本史の先生をやってた頃に使っていた用語集を、これです、1995年版ですけど、これ見てみると領域型荘園という言葉は出てきません。そうだよね、1990年代に基準地形荘園ってあれおかしいんちゃうんというふうなことが研究者などで言われ始めたわけだから、当然1990年代のこういう本には出てこないよね。じゃあ今の用語集はどうなんやと思って、同じ1990年代半ばぐらいかな、世界史と政治経済高校で教えてたんですけど、退職して市民講座で日本史やってねって言われて、で日本史のこういう動画もついでに作り始めて、それで最近の高等学校の日本史はどうなってるんだと思って、日本史用語集、これ最新版です。でこれを見ると丸2ということは、2冊の教科書、まあ、今は A と B と両方あるから、ひょっとしたら1つの教科書会社の A と B かもしれないけど、とにかく2つの教科書には載っているらしいです。私もね、どこの会社なのか忘れちゃいましたけど、領域型荘園というのを説明している教科書を見たことがある。山川のじゃなかった。で山川の教科書はどうなってるのかなと思って、手元には2冊あるんですけど、こちら2013年版です。こっち2019年版です。今一番新しいやつです。一番新しい方の教科書は、鹿野小義章の資料載ってるんですけど、少しだけね、補充ってのがついてるんです。これですね。何が書いてあるかというと、この鹿野小義章の文書では、開発領主召喚側の権利を実態より大きく記している可能性が大きい。つまり、この教科書の時は、鹿野小義章、これで荘園説明しろということをやったんです。で、この教科書になってから、やっぱり鹿野小義章で説明するんですけど、ただ、この鹿野小義章の資料については、研究者の間でいろんな見方が出ていて、この鹿野小義章の資料に書いてあることがそっくりそのままなんですかということについて疑問が出されているので、そこでこういう補充というのがついたんだろうなと思います。ところでこの鹿野小義章というのは、当時百号文書の中に入っているんですね。当時百号文書というのは世界記憶遺産、今世界の記憶っていうのかな、に指定されてますが、当時百号文書ね、今ね、誰でもインターネットで見ることができるんです。この資料は、京都府立京都学歴祭館、昔私たちが大学で勉強したことは京都府立総合資料館って言ってたんですけど、でそこが今、所蔵してまして、すべてをデジタル化して公開してくれています。当時百号文書ウェブというページを開いて、で百号文書を探すというところに鹿野小義章というのを入れて検索ボタンを押すと、鹿野小義章に関する資料が5種類ぐらい出てくるのかな。その中の一つにこの鹿野小義のことという資料があります。
で、これが教科書に出てくる荘園の寄進、鹿の子儀章についての資料です。当時の総称は開発領主三味寿命着々送電の次第なり。で、鳥羽上皇の時代になると荘園がどん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 増えていって、国画領と荘園の二本立てになりました。これ荘園公領制って言うんですね。で、荘園の場合は本家がいて、領家を指定して、そして預かりどころで地元の有力者が公文とか下司になると。で、国画領の場合は地領国主が国司を指名して、そして在の長官人を動かして、地元の豪士保士を使って支配していくと。で、それぞれに公文式とか預かりどころ式とか領家式とか本家式とか役割と、それから収入の取り分が決まっていると。公領ルート、荘園ルートのどちらかを通って京都の権力者のもとに富が集まっていくと。というのが鳥羽上皇の頃に一般化した荘園公領制です。で、鎌倉時代になると公文、下司、豪士、保士のところに地頭が入り込んできますけど、基本的な社会のユニットは荘園か国家領だということは、院政時代と同じなので、院政時代と鎌倉時代とは連続しているというふうに今は教科書で教えています。で、荘園ってね、教科書でね、理屈っぽく説明するんですけどね、実態として荘園ってどんな感じなんていうのね、教科書載ってないからイメージ湧きませんよね。矢野荘ってこういう感じです。これ空中写真ですね。で、この辺りからずっとパノラマに写していくとこういう感じになります。で、この風景ね、歴史勉強しなかったらね、なんや、どこにでもあるね、田舎の景色やんと思うでしょ。でもこれね、当時百合門徴などで歴史をちゃんと勉強していくと、ここはこの一枚の写真だけで日本史がほとんど全部説明できてしまうというね、素晴らしいところなんです。で、この地域って住みやすいところらしくって、で、しかも人の行き来が割と多いところらしくってね、ずっと人が住み続けてきたんです。だから日本人の平均的な生活がここにずっと積み重なってるんだよね。例えばね、この辺りからね、弥生式の土器が出てきます。それから古墳も1つ2つあります。大阪やめ古墳というのはね、前方後円墳で卑弥呼の時代のものです。若狭古墳というのは方墳で、古墳の終末期のものです。それからここに条理制が残っています。108メーター四方ですね。ついでに人間一家族ってどれぐらいの田んぼがあったら生活できるかなんてこともね、今日本人農業やんないから実感ないでしょ。これ108メーター四方なんです。10単、1単から米が1石取れる。米1石は1年分の1人の食料なんです。ということは、この108メーター四方の中、10単の田んぼがあると10人分の米が取れるので、4人家族が食べて、かつ5公5民で税金を払ってやっていける。だから日本の
社会で、少し前まで一朝百姓という言葉があってね、十単一朝の農地を持っていると税金を払いながら家族4人が結構豊かに暮らせていけた。それがね、日本のね、農村のね、理想だったんです。いつ頃までかな？昭和30年代、1960年頃まで。奈良時代、平安時代、鎌倉時代、室町時代、江戸時代を通じて、明治、大正、昭和の途中まで、この一区画を持つということが、日本人のね、家族のね、夢だったらしいです。で、中世になると、天神さんとか、万所だとかができます。それから、ここに大崎神社っていうのがあるんですよね。ここです。ここはね、小さい何気ないお宮ですけどね、ここでね、百姓たちが土一揆を起こす、相談をしたとかね。で、その時にね、13日講事件という事件が起きて、その謎解きで、日本史の論文がたくさん書かれたとかね。それからこの山の上に室町時代の山城があるんです。でね、この何気ない田舎の風景がね、当時百合文書があるおかげで、中世の荘園の研究者にとってはね、聖地と言われているところなんです。でもそんなことはね、地元の人も知らないです。私も十数年前まで知らんかった。ここで生まれて育ったけど知らんかった。で、日本史勉強しててね、荘園ってどんな感じなんって知りたい人はこういう感じです。実際に見たいなと思う人はね、ぜひ兵庫県相生市、東京からのぞみで4時間ちょっとで荘園の真ん中に行くことができます。この地域、古代、中世、近世のね、こう歴史が積み重ねられていって、その痕跡が少しずつ残っているって言ったでしょ。でね、江戸時代ね、忠臣蔵で有名な浅野匠の神のね、人情事件で、浅野公判が断絶した後、浅野家って亡くなってしまったわけではなくて、浅野家の分家がこの地域をね、統治してたんです。旗本浅野家と言います。で、旗本浅野家の陣屋がここに残っています。旗本の陣屋ってね、これがまだね、残っているとこってあんまりないんです。だけどさ、姫路城なんかと違って規模がずっと小さいからね、あんまり注目する人もいないんですけど、このあたりの写真を拡大してみます。こちらですね、大家領矢野荘宗匠と言います。万所がこのあたりにありました。で、室町時代にこの山の上に下土井城というのが築かれています。田植えの頃にね、水を入れますよね。で、この数日間だけこの山が下に移るんです。で、矢野荘の物資というのは、で、海から京都の方に運び出されるんですけど、これが海の近くです。浦分って言います。この奥に港があります。で、このこんもりした山ですけど、で、鎌倉時代に持統の海老名というのが鎌倉幕府から派遣されてきて、で、海老名氏がこの山の上に小さなお城を築いて、鎌倉時代この辺りを支配していました。で、大家領矢野荘は、院政時代、鳥羽上皇の皇后美福門院藤原の成子さんの荘園で、この鳥羽上皇と美福門院が作り上げたたくさんの荘園は、八条院という
娘さんの方に継承されて、これ八条院領って言います。で約100箇所あります。これはね、いい荘園が多いんです。で、鎌倉時代になると、後嵯峨天皇から亀山天皇に相続されて、大覚寺島の財産になります。で、後白河天皇なんですけど、この人は、鳥羽上皇美福門院が集めた荘園は、もらうことができませんでした。そこで、後白河は、保元の乱で、藤原の頼長が負けたときに、藤原の頼長の持ってた荘園を取り上げました。で、それ以外に自分で集めた荘園もあって、藤原の頼長が持っていた荘園を中心に、後白河上皇が集めた荘園を長江道領と言います。これが約90箇所あります。で、こちらは、呉深草上皇の方に相続されて、こちらが持明院等の財産になります。で、鳥羽上皇と美福門院の間に生まれたのが、近衛天皇です。で、近衛天皇に王子が生まれていたら、皇位継承は、鳥羽、近衛、そして近衛の王子というふうに行くはずだったんですけど、近衛天皇が17歳で亡くなってしまいます。1155年です。で、後継ぎはどうするんだということになって、重仁親王で行くか、森仁親王で行くか、尚氏内親王で行くかと、あるいは鳥羽上皇が長宗するか、どうしようと。それに、崇徳上皇の思惑が絡んで、で、藤原摂関家の分裂も絡んで。で、1156年、保元の乱が起きます。